明けましておめでとうございます。おめでとうございます。フレディの命日にあげるといい、あげずに、まあもともと緩いチャンネルなので、それでですね、本当はね、あの続きのオペラ座の夜の一曲一曲ちょっと解説と、まあ、勝手に、まあ、思うことを言っていこうかなと思ったんですが、この度ですね、このチャンネルを本格的にするためにコンデンサーマイクをですね購入いたしました。でそれがまだ間に合わないんですよ。で曲解説の1曲目のデス・オン・トゥ・レックスをちょっとねベースとピアノの実演して解説をしたいなと思いましたので、ちょっとそれ次回に回して、今日はまあなんていうんですかね、お年玉的な感じで僕 の、 あの本当に興味のない人、何も興味ないかもわかんないんですけど、ちょっとスーパーマニアックな機材を、まあジョン・ディーコンが使ってたのものと同じドンズバのものもあれば、まあ多少違いますがこんな感じですよっていうものもあるので、ちょっとね何本か出してみたので、やっていきたいと思います。じゃあまず何から言う？そうですね、一番ウルトラ貴重なもんから言ってみる？そうですね、ですね、まずこういろいろ、まあ全部じゃないんですけど、まあいつもねライブで使ってるあのナチュラルのプレベはちょっと今お休みさせていただいてるスペースの関係もあるんで、まずどうしようかな、アンプから行ってみますか。はい、この一番上に乗ってる、まあこのプリアンプだけど、これちょっとパワーアンプはちょっと別物が今入っちゃってるんですけど、実はあのクラウンってメーカーのパワーアンプをジョン・ディーコさんお使いになってらっしゃってですね、でそのクラウンのパワーアンプもあるんですけど、ちょっと今下のスタジオに入っちゃってるんで、ちょっと今こちらになっちゃってるんですが、ちょっとこのねスペースのこの関係でこれが入ってるんですけど、上に あるのは超ウルトラ希少です。これはアレンピック、F2B っていうもので、まあ言うなればプリアンプです。パワーアンプとセットで、まあ、アンプの役目をするんですが、今出てるこの2段目、これアコースティック370ってやつですね。まあ、これはジョン・ディーコン、おそらく中期、どんぐらいだろうな、ジャズぐらいまでかな、は多分これをライブで使用してて、おそらくね、ちょっとレコーディングもこれを多分使って、全部ではないと思うんですけど、ハイワットのギターアンプとか使ってるったりするから、全部ではないんですけど、おそらくこれ、ね、ライブで写真見るとちょくちょく出てると思うんですよ。このセッティングもね、あのこんな感じと2台、あの音質も全部分けて、使ってたと思います。キャビもこれかな。あともあと実はキャビが2台あるんですけど、その出すと腰が痛くなるんでちょっと今回はこちらのアコースティックのキャビで、勘弁していただきたいんですけど、おそらく中期ぐらいはこのアコースティックが非常に活躍して、なんとオペラ座の夜の今解説中なんですけど、1曲目のデス・オン・トゥ・レックスのはこのアンプなんじゃないかなっていう、まあ、予想ですけどね、検証をねしてみようかなと思っております。でこのアコースティック、実はねこのアンプよりも何よりも実はキャビが非常に個性的で、まあ言うなればアレピックさせてもなんかアコースティックになるぐらい、そのキャビの音がすごく独特なんですよ。だからそのキャビの音と、あともちょっと直接クイーンの楽曲を流すとバンされるんでちょっとできないんですけど、ベースを抜き出したデス・オン・トゥ・レックスだけベースを抜き出した動画を見つけたので、それリンクその検証の時貼っとくんで、ちょっとまあ聴き比べて、全くドンズバにはちょっと部屋の大きさとかも関係してくるんでなんないかもしれないんですけど、まあちょっとこんな感じなんじゃないのっていうのをやってみたいなと思ってこれ出してきたんですけど、ただちょっとジョンが使ってるエフェクターっていうのも当時のもんをね使うとね、まあ PA さんが多分すごく嫌がると思うんで、まあ正直言えばいい状態のものがないので、あの同じメーカーで同じ機種なんだけど現代版のコンプレッサーリミッターとか、あと同じ機種なんだけど最近版っていうのが、まあ、出てるんで、それをちょっと組み込んでいくと思うんで、多分ラックだけでこんぐらいになると思います多分かなり今時そんなものも持ってきただけで多分ライブハウス嫌がんな顔するされるかもしれないですけど、ベースいきますか。はい、あのベースは全部ね、もうはっきり言わせてもらって当時のものじゃないんですよ。全部ね手が加わってるんです。実はあの当時のものを、まあジョンと同じものを手に入れるってかなり大きな金額がかかってくるんで、まあ、これフェンダー USA のものです。今どこまでやってるかっていうと、実はこのペグは金になってる。でね、このブリッジの部分、
これはね、ジョン・ディーコンとね、同じものがあったんですよ。ところがね、俺が油断してた隙にね、ほら、ね、落札されちゃったってやつ。またちょっと俺のベースいじってくれるミックンっていうのがいるけど、それも探してくれてるんで、期待しましょうみたいなね。で、次、これ。ここのプレベース。これはですね、俺なんと、作らせました。ないんで。なきゃ作るしかないです。フェンダーに行ってオーダーして、作ってもらいました。プレベのあの、このメイプルネックのこのフレットレスなんですけど、ジョン・ディコン先輩ですね、実はあのこの39、あとメランコリン・ブルースでは一応多分動画で確認できるんじゃないかな、このベースを使っているっていうのが。正直あんまり多分使ってない、レコーディングは39は多分ちゃんとあのウッド使ってると思うんで、多分これではないと思うんですけど、まあライブの時にねウッド持ってきちゃうと、まあ、ツアーしてるしね、まあ、ああいうアコースティック楽器って結構気温によってちょっとねチューニング変わっちゃったりするんで、まあ、使い勝手は悪いんで、うん、なんで多分ライブでこういうの使ってるんじゃないかな、うん、ほんとね、ないんですよこれ。あのレッド・ゼッペリンやってる方からね、よく譲ってくださいって言われるんですけど、嫌ですってことはあります。あの作らせればって作ってくれますからフェンダー。はい、隣、実はこのベースですね、あの割と、まあ、初期の方、ジョン・ディーコ先輩はこういった、サンパーツとかをお使いになってらっしゃいました。ただこれ全然ジョン・ディーコとドンツバじゃないです、まあ、プレベ同じプレベですけど、これなんと岡本図の浜岡本モデルなんでそんなもん使ってるかっていうと、すごくね、聞いた時にピックアップの音色がその初期のクイーンのジョン・ディーコン先輩の音色にすごく似てたんで、思わず衝動買いしちゃったんですけど、やっぱね似てるんだよな。今年はこれがすごく活躍してくれる、うん、あとちょっと秘密なんですけど、まあ秘密って言っちゃってますけどね、あのネックがむちゃくちゃ細いです、うん、こうネックがむちゃくちゃ細いです、うん、はい、あのジャズベサイズです、うん、あの割とジョンのベースはもう、まあ、詳しい方とかバンドやってるコピーしたことあるって方はまあよくわかると思うんですけど、まあメロディーなんですよね、まあ、ということは動くんですよ。まあね、手のサイズってみんな違うし、なんと意外に僕はその図体で買うよりは手がそんな大きくないんです。なんでやっぱりその演奏をする上で実はすごく重要視してるのがこのネックの太さ。こっちもそんな太くないんですけど、これもそうなんですよ。あのプレベってもう大体ネックも太いんで、特にヴィンテージなんかも太いんですけど、あえてあのそういうのだとちょっとヴィンテージもあるんですけど、まあそのうち機会だったら出しますよ。ライブで使いませんけど、ディッケンバッカーもヴィンテージあるんですけど、それはちょっとそのうちみたいな感じで、なんかちょっと他のバンドのライブなんで使ったら、なんか本当にハードロックやるよりはむしろやっぱクイーンこれなんじゃないかなって今思ってるんで。次出ました、ミュージックマン。これも実はドンズバではないんですが、80年代初期のものなんで、もういわゆるヴィンテージですよね。これもね、眠ってたんですよ。この緊急事態宣言の時にちょっと走行整理しまして出してきたんですけど、これ本当はね、改装しようと思ってたんです。なんでかっていうと、このコントロールノブがですね、実はジョン・ディーコンさんの初期型なので、ワンボリューム2トーンなんですよ。でそれ改造しようかなと思って、まあ、いつも僕がお世話になってるミュージシャン のテクの方にいろいろ相談したら、ちょっとこれ難しいんじゃないのかなと。でいろいろ案をいただいたんですが、結局音色が変わってしまうとやっぱり意味がないので今考えてます。その当時のものを変えると、うん、その当時のものでも多分26万ぐらいするというまあ出てくれば買いますけどね。ずっとねそれを改造しようと思って、もう5、6年忘れてたのかな、多分ね5、6年ねこのベースがすごい気に入ってたからずっとこれ使ってたんですよ。でも多分ドライブの動画とか見ると割とすごい出てきてる。でもねこれってすごい細かい話すると後期なんですよね。あのジョン・ディーコンさんのベースはね、基本ねプレベ実は2台であれ全部色変えたりしてるんで、こんな持って、まあ多分自分のコレクションではあるかもしれないですけど、うん、実際ライブで使ってるのは本当気に入った、なんだっけ、ベロニカだっけ、奥さんの名前がついてるのがあるよね、うん、そのベースは多分気に入って使ってたから、だから色を変えたりいろいろしてたんだと思うんですけど、で基本的にいろいろ諸説ございますが、
おそらく、まあ、これね、音響に詳しい方は多分ね、やっぱり僕の意見に賛同される方が多いんじゃないかなって言うんですけど、まあ、いろいろな方が言、まあ、の意見の一つ一つ言ってるのが、ジョン・ディーコの卓2直なんじゃないんですかって言うんですけど、申し訳ないけどですね、それって80年代以降の考え方だと思うんですよ。多分70年代の時ってやっぱベースアンプをやっぱマイクで撮るっていうそのエアー感とかに重視してるから、おそらく使ってるアンプもアコースティックで、もしくはクリーンな音を出してるのはあのハイワットのカスタム100かな、ギターアンプですね、だと思います。ただどの曲でどのアンプを使ってるかはもうこれはもう正直本人に聞いてみなきゃ分かんないです。あのなんでかっていうと、レコーディングの段階でいろいろ加工されてしまうので。ただ今回デソントゥレクスでなんでこれをやってみたかったかっていうのは、世に問いたかったかというと、アコースティックの歪みがすごく特徴的なんで、やっぱりこれなんじゃないのって、まあ俺の意見ですよを言いたいんで、それをちょっとやってみようかなと思って出してきました。実は俺が一番好きなセットなんですよ、このアコースティックのキャビニ370のヘッドで、ほぼ多分直です。エフェクターとかそんなに多分彼はね、どういうわけかね、エフェクターのかを作るのはブライアン・メイのエフェクターいっぱい作ってるけどとかね、アンプとか作ってるけど、自分のはね多分そんな、ただライブにおいてはセッティングが違ったりとか、そのアンプをあの使い分けてますよね。あのここのイコライジングが違うものはもう一台と、あ多分クリーンな音を出したい時に、ハイワットを使ってるんじゃないかな、うん、ハイワットの、ね、ギターアンプで1回ライブをやったことがあるんですけど、ちょっと大きな会館でやったんですけど、その時にはほんとこれはジョン・ディーコンだって思ったことがあるんですよ。ただ、うん、ただ全部が全部そうじゃなかった、ナワイムヒアとか違うなと思ったんで、うん、だからまあ当時の写真を見ていただくと、おそらくこれが4台ぐらいあって、まあ2台は予備ですよきっと、の何とかというとマイキングされてないから、であとの2台で、セッティングをアコースティック変えて、ちょっとクリーンはハイワットで、ブライアン・メイ側にもう一発ずつキャビとあのあれが置いてあるんで、あの、まあ、ガイタレは割と多いセッティングです。これがあの日々の言ってる人に言わせてみると、ガイタレはほとんどベースアンプが逆に置いてあるってことは、名前ごと重視してるってことですね。あの最近のエンジニアさんのことを悪く言うわけではないですが、決してやっぱりこっちの音に頼んないんですよ、外国人はこっちの音なんですよね。で特にあの若いエンジニアの人はみんなもうこっちで完結させようとするけど、大きな間違いなんで言っておきます、ロックはそんなんじゃないんで。分かったか、俺はだからライブ配置ったらガンガン言うぞ若いやつには。おそらくあの PA のエンジニアの方でも古い方はやっぱ僕と同じこと言うと思います。ここのモニタースピーカーだけで完結させることをやっぱり古い人は言わないんで、なんで、こんな感じで、総合解説します。あとね、まあ小出しにしていこうと思う機材、うん、あんだよ。あでもあの、まあ、これだけじゃない、これだけじゃないないんですけど、大型家具のようなもんなんで、出してくるのも引っ越しやぐらいちょっと大変なんで、こうやってギターのこんなコンパクトエフェクターだったらいいんだけど、彼らやっぱりビッグバンドなんで大きなとこでやるんで、やっぱりしかも80年代だからやっぱ楽が多いんですよね。ブライアン・メイのセットなんか見てても、まあ今は結構コンパクトエフェクターを使ってるのかな、フライヤーさんがね作ってらっしゃいますからね。でもやっぱりいろいろそこを見ていくと、ブライアンの機材とかも割と楽、なんかこの前チロッと映像で見たのだと、あれエフェクターもブライアン・メイ作ってるよね。だってブライアン・メイってラックに入ってたもん。ああ作ってるかもしれないですね。コーラスとかも多分作らしてると思う。作らしてるかもしれないですね。でもそれって一つクイーンの魅力だと思うんですよ。なんでクイーンの魅力かっていうと、だって機材から作るバンドいないでしょ。そうそう、だってディーキーのアンプだってあんなもん、あんなの欲しいよって多分ジョン・ディーコンが作り出したんだと思うんで、なかなかねそこをコピーはできないと思うんですけど、あのなんか聞くところによると、なんかブライアン・メイばっかりで機材関係はジョンがあんまり いねえとかいないのか。ジョン・ディーコンも あれ実はね、あのところに機材解説してあるんですけど、このアレンビックのね、プリアンプが多分分かんなかったと思うんだよ。だって写真に写ってるのに。そこのとこだけね、あの3の、415だったかな、415なんだ、ちょっと肩忘れちゃったんですけど、あの3の、キャビの説明をしてるのに、このヘッドの説明してないよね。
さらに言うと、まあ、その中でもネットでもちょっとジョン・ディーゴンのさんの、解説まではしないんだけど、こんなの使ってんじゃねえのって言ってる人いるんですけど、うん、その人の意見は俺9割同意なんだけど、ちょっとだけね、思ってることがある。 なんでかっていうと、プリアンプなんで、ひょっとしたらパワーアンプ使わないでプリ使ってこのまま直ライブで行ってた可能性もなきにしもあらず。ただ写真見たらパワーアンプの写真見つけちゃったから、やっぱ言ってるの正しいかなって今ちょっと思った。クラウンっていうメーカーを使ってましたね。ただパワーアンプだけはね、当時のものを持ってくると爆発するから強く可能性があるからちょっと怖いから持ち出せないんだけど、まあ、同じものの、あの現代版があるので、ね、それをちょっとうちのスタジオの B スタジオに普通にあの入ってるんですが、それ取ってライブの時持っていきたいから、それだけでもね、この倍あるからねなんで、あの持っていきたいかなと思ってます。で、あの僕はこういう機材をできれば、あの本人が使ったものは一回使ってもらった方がいいと思います。なんでこうなのかはすごくわかると思う。俺、あのアコースティックを使ってなかったら、デスオントゥーレックス、今言っちゃうと面白くないんだけど、その時解説の動画を見てもらえればうんと思うと思う。だって初めのね、冒頭のね、何を言ってるかはその時解説しますけど、あれを見つけた時にちょっとショッキングだったもんね。そういうのをね、ちょっと動画でいっぱい見つけてって言いたいかなと思ってます。で、さらにですね、一つやりたいのは衣装。衣装もなんかね、一番難しいのはロジャー・テイラーとジョン・ディーゴなんだけど、だって私服ですからね難しいんだけど、まあ、その辺もなんかね、こんなあの当時のね、服装みたいなのも、だってクイーン結構みんなね、おしゃれじゃないですか。やっぱおしゃれなね、ところにも目を向けていかなきゃいけないかなと思ってるんで、そんな感じでやっていきたいです。これがまあちょっと、あの皆さん本当に動画をね、待たせてしまったあれなので、あのお年玉になったかどうかわかんないんだけど、興味のある人はまあ良かったんじゃないですかっていう、はい、感じです。ということで、じゃあ今回はこれで締めますか。で、次回からちょっとね、またあのオペラ座の夜の解説に、戻ってですね、で、このアレンピックのですね、あのアンプが戻り次第ですね、ちょっとザ・ゲームを検証したいかなと思ってるんですが、まあ、1ヶ月ぐらいちょっと修理に時間かかっちゃうんで、それが帰ってくるまでちょっとできないんですけど、これね、でも本当貴重だと思うから、カジ君もう一回写してあげて。うん、ですね。うん、これ多分こんなの持ってんやつ、はい、日本探してもそんなにいないと思う。はい、写ってました。上とかこれ初め見つけたことなかったんだけど、ぶっ壊れてたんだよね。でも壊れてたのに5万台しか買っちゃった俺。バカだよね。でもやっと修理の目処がついたんで、皆さんの日の目はありますよ、アレンピック。でもね、なんかやっぱここの当時の感じがいいよね。まあさらに古いアコースティック、アコースティックはね、まだ見るんだよ。でもね、アレンピックほとんど見ない。よくこんなの俺持ってるなっていう、うん、まあ知らなきゃ持てませんけどどうでもいい人にしても、なんでガラクタにこんな金がかけるのっていう感じだけどね。で、これとこれ使うと、あの地獄弓つづれ。なるほど。まあちょっとでも、あくまでも主体はちょっとライブの方の音にしたいと思っております、うん、あのレコーディングはね、結構クイーン割とスタジオテクニックすごい使ってきてるから、その生の音がその皆さんの耳に届いてるわけではないので。じゃあ今日はもうこんな感じで締めさせてもらってよろしいでしょうか。はい、はい、ということで、ベースもまだまだ持っておりますが、今日はちょっと腰も痛くなるんでこのぐらいにさせてもらいましたはい、あとはライブ見に来てくださいじゃあそれでは皆さん、良いお正月をおせえか。